今日の契約公開、上林は1000万円ダウンの推定4350万円でサインしました。上林は5月に1軍に昇格し活躍を見せますが、その後打撃不振に陥り、2軍戦で受けたデッドボールの影響もあり、39試合の出場にとどまりました。来年恩師でもある藤本監督のもと巻き返しを誓います。監督も変わって、自分もまた心機一転、また一からねレギュラーを取って、まあ、最高のシーズンにしたいですね。また坂東が2度目の交渉に臨み、1200万円アップの推定2700万円でサインしました。坂東は今シーズン44試合に登板、勝利の方程式の一翼を担い、森が不在の時に球界を任されることもありました。来年は先発に挑戦、ローテーション入りに闘志を燃やしています。先発ローテを勝ち取って、まあ、10勝すること、そしてリーグ優勝、日本一に貢献できるようにとにかく頑張ります。続いてはですね、新入団選手企画となってますね。今日はドラフト5位の大竹投手の特集です。大竹風雅投手です。お願いします。お願いします。今年のドラフト5位、大竹風雅投手。最速150キロのストレートとフォークを操る右の本格派です。さらに驚くべきことに、大学時代の登板はわずか2試合と未知のベールに包まれています。そのご自身のアピールポイントを教えてください。強気なピッチングがアピールかなと思います。どんな攻め方をするタイプですか？そうですね、自分はまっすぐで押して、まあ、最後決め球で決めるっていうのがスタイルかなと思います。その目標に掲げるピッチングスタイルは、大学時代の背番号からも一目瞭然。千賀投手を憧れているっていうのを知ってたので、まあ、それを意味を兼ねて、まあ、41番をつけさせてくれたのかなと思います。千賀投手、まあ、スピードもそうなんですけど、フォークボールだったり、まあ、コントロールもすごいので、もう憧れてます。大竹投手も持ち味にあるじゃないですか、フォーク。はい、何種類かあるんですかね。とりあえずそうですね、2種類投げ分けてあります。そう、大竹投手は千賀投手も操る落差の大きいフォークボールに加え、かつてサファテ投手が投げていた速い球速でストンと落ちるスプリットを投げ分けることができるんです。最多セーブは一応目標なんですけど、まあ、なるまで多分時間かかると思うのでなるべく早くできるように頑張りたいと思います。謙虚ですね。そうなんですかね。いやでも笑顔がねとても素敵ですけどもね、やはりねちょっとお話聞いてると、やっぱちょっと不安とか悩みとかある感じが伝わってきますけども、はい、ありますよね。そうですね、分かりました。ということで、半ば強引ではありますが、新入団選手ならではのお悩みを占い師吉川が華麗に解決しちゃいますよ。大竹投手のお悩みは、走るのが苦手でちょっとランニングについていけるか心配なんですけど、これはどうしたらいいか。ちょっと短距離は短くて好きなんですけど、やっぱ長距離になるとちょっと苦手ですね。大竹投手を待ち受けているのは、2月から始まるホークスキャンプ恒例地獄のランメニュー。12球団で一番きついと言われるだけあって、選手たちもヘトヘトです。大竹投手に占い師吉川が出した答えとは、風雅というね名前がかっこいいから大丈夫です。本当ですか？ありがとうございます。解決しました。解決しました。ありがとうございます。